5秒前。3、2、1。ミュージック。はい、こんばんは、皆さんこんばんは。今日もやってきましたね、今月も。はい、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。男性のロックオンミュージックでございます。はい、この番組は宜野湾市民を味方につけようと試みる音楽情報番組です。はい、皆さんからのリクエストをお待ちしております。はい、宛先は797@fm宜野湾まで、お送りください。はい、宛先に録音ミュージックと添えてくださいね。はい、また FM 宜野湾ではリスンラジオというアプリをインストールしてもらえれば全国どこからでもラジオ番組として楽しめます。ツイキャスやユーストリームもやってますので、ぜひぜひリクエストをよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうです？はい、いいね、よく言えたね。はい、バチュー。はい、じゃあ今月もやっていきましょう。大丈夫？大丈夫だよ。これ後からでいいよ、ジェリー。まあ、急ぎてないじゃん。後々だから。はい。はい。で、今回、今も7月でしょ？うん。で、8月になるんだけど、8月になる手前に、僕らも、今月ライブなかったんだけど。え？今月頭になかった？なかったよ。あ、ほんと？うん。ライブ一件もなくて。うん。で、今度の今週末に、明日から、金土日ってあるんですけど、うん、金土日ってライブがあるね。久しぶりにハードになりそう。ハードになったよね。ずっとのんびりしてたから毎日あれだったけど、今急ピッチで頑張ってるね。うん、はい、そんな感じで後でライブの情報もお伝えいたしますので、はい、今日ものんびりとお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、今回ちょっとうん、ごめんなさい。ちょっとプチ旅行行ってきて。うん、あれいつだっけ。2週間前にタイに行ってきました。うん、あ、2週間、今月だっけ。うん、そっか、今月か。え、忘れたの。6月かなと思ってしまって。あ、そっか、今月か。そうだよ。なんかちょっとヘッドホンして喋りづらいなと思って、ちょっと立つそうで。うん、で、なんかこの方が喋りやすい。うん、で、僕人生初の海外だったんですけど、うん、感動しました。本当にありがとうございました。テンションが、はい、感動したテンションじゃないんだけど、感動して、しみじみと感動したんですよ、本当に。あ、うん、まず最初の入国審査みたいな、うん、やっぱ国外って感じたよ、あの時点で。俺は感じたわけ。そっか、初めての海外旅行だとそう感じるのかもしれないね。ジレ大先輩だからね。でも、ほら、入国、うん、あ、出国カード、うんうん、出国カードだよね、最初。入国カード、入国か、うん、入国カードを飛行機の中で、書いてたんですけど、うん、ほら、ちゃんとね、書かないとって思うから、うん、ほら、あっち着いてからだったら時間かかるじゃん。うん、そしたら1枚しかもらえないのに、2回間違えてしまって。2回間違えた。飛行機の中で渡してくれて、このスチュアーデス、スチュアーデスの方が渡してくれて、で、ペンまで書いて、うん、書いたけど、うん、ジュリーがめっちゃ前調べ、下調べして、うん、ね、こうやって書くんだよって俺めっちゃ力説してくれたさ。うん、で、時間も無駄にしないように飛行機の中で絶対書くからねってやってたさ。うん、めっちゃ間違ってるね、2回くらい。何間違えたっけ。なんか名前書くところ、そう、なんか、ま、マスあるじゃないですか、マスって言うんですか、うん、それをずらして書いてしまう。ほら、テストとかでやったら0点になるタイプのやつ、うん、ああいう間違え方を2回しちゃって。日本語で書いてないからな、まずな。うん、それはあるよね。でもなんか調べてたのに間違えてしまって、
で僕もなんかちょっと見え張ってしまって、仕事のところを書く欄があって、うん、普通オフィスワーカー会社員のこと、うん、オフィスワーカーって書くんだけど、うん、なんかオフィスワーカーだっけ多分俺、うん、多分、うん、だけどなんかちょ会社役員みたいな感じのなんていうのなんかビジネスなんか役員ちょっと会社の役員ですみたいな項目を書いちゃったりとか書いちゃったねあれ気まずかったね気まずかったちょっとなんで俺タイムにまで行くときにちょっと見え張ってんだろうと思ったけど、うん、でもまあ難なく通過して無事着いて、うん、ね入国もできて、うん、できて洗顔だけ捨てられたけどねそう洗顔、うん、まあ大きさ間違えてた字なんか悪いけど、うん一回も使ってない洗顔捨てられて、うん、で1日目はもう深夜便だったんで、うんうんうん、空港に泊まったんだけど、まあ、泊まったね、うん、あの底冷えして、うんうんうん、実はあれ本当に2時間おきに起きててあ、ほらと、うん、うん、もうなんか寒くてそうだよな布団という布団じゃなかったからね、うん、ブランケットだけで寝てたからそうあのブランケット持ってってたんですよ、うんうんまあ、捨てて帰ってきたんですけどあ、はい、はい、そうですよねもう底冷えがすごくて、うん、2時間また同じこと言っちゃうでもねあの空港で寝るとかねなんか旅行してる感じするよね、うん、いっぱいいたなんか空港の地べたに寝る人インド人とか、うん、ソファーに寝る人そうで寝てる人のソファーの裏でなんかギター弾き始めてなんかやばかったあれなんか追っかけなんかの追っかけみたいななんかみんながお面かぶりながらなんかやってたね、うん、なんか夜中にやるかいいと思いながらしかも夜中も3時とかですよ、うんうん、やばかったそうで、まあうん、で空港でまあ初日は楽しんで初日というか最初の夜は楽しんでで次の日、うん、大きいなんかあのウィークエンドマーケットっていう、うんうん、なんか土日しかやってないあのフリーマーケットみたいなやつに行ってきたんですけど、うんうん、楽しかったね楽しかったね何よりもタイのすごいのって、うん、僕感じたのが物が安いもう安かったねびっくりするぐらい安いあと人が優しかったねあ人が優しかったね、うん、両替の時だけは怖かったけど両替の時の怖さやばかったね両替の時の怖さはやばかったけどでも500円で洋服買えたりとかご飯とかも超安くてご飯とか250円ぐらいで普通にお皿いっぱいプレートがもらえたりとか、うん、沖縄からはあの直通で、うん、あの LCC とかもあるので、うんうん、あの絶対行った方がいいと思ういいと思うなんか、ね、なんか疲れたらタイに行くってのはありだと思う、うん、もうジュリもすぐもう10回ぐらい今もうタイに戻りたいって言って、ねうん、もうタイに行きたいじゃなくて帰りたい帰りたいみたいなっ て, っていう気持ちが、うん、っていうねオープニングトークはすごい緩いトークをしちゃってるんですけど、うん、はいはい、ね、楽しかったよでも楽しかったね、うん、なんか夏っぽかったね とっても栄えてるところと、うん、とってもリゾートチックななんか大きな川がなかったところ、うんうん、行ったりあとなんか日本軍が作った橋みたいな、うんうん、行ったね、なんだっけ名前とかわかんないんだよね、もう看板とか読めないからさ、うんうん、分からんくて、本当にでも楽しかったね楽しかったなんか生きてるうちにいろんなものを見て、うんうん、なんかほら仕事とかでさ忙しいから時間ないからとかで、うん、なんかどこにも行かないのは間違ってるなって本当に思ったうん、そうだね3日ぐらい時間あったら、うん、ね、全然行けるから、うん、国内旅行よりも安くつくし、うんって思うしその分なんか合流できるというか、うん、なんかとっても日本人ってとってもなんかいいとってもいい環境にいるなって思ったかな、うん、タイって面白かった国内だったら北海道も行きたいけど、うん、行きたいよね北海道 遠いんだろうな北海道遠いはずよね、うん、まあ北海道はとりあえず置いててタイに行きたいですね、うん、また行くのもありですね、うん、なんか先輩方もね楽しいよっていつも言ってくれて、ねタイはいいとこだよっつって本当にいいところでした、うん、ありがとうございました、うん、なんか後ほどまたゆっくりと遊園地とかも行ったんですけどあプールとかも行ったんですよプールと遊園地が一緒になったあすごいんだよメリーゴーランドドラえもんいたからねそうそうドラえもんいたしなんか緑の鹿もいたねやばかったよねいろいろなんか緑のバンビみたいなのが出てねやばかったね、うん、じゃあ早速オープニング1曲流しちゃいましょうかはい、はい、じゃあキャンさんお願いしていいですか、うんじゃあ曲紹介私がしますね。はい。
男性でウレキサイトの洞窟。今週末は海に行こう。夏が荷造りを始めた頃に効かない薬を探す君を連れて、今週末は海に行こう。今週末は海へ行こう。夏が秋と踊ってる頃に口数の少ない君を引き連れて、今週末は海へ行こう。遊び方をまた教えてもらおう。ウレキサイトの石のよう、裏を表に浮かび上がらせよう。裏を表に浮かび上がらせよう。お届けしたのは男性でウレキサイトの洞窟でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やばい、アイスミルク飲んだ後から頭が痛い、うん、多分普通に疲れた。どうする？次ブラブラと、うん、トケスさんの話しようか。うん、うん、10分ぐらい。はい、では10秒前です。はい、CM が明けました。はい、はい、タイの話を1時間しそうなんで、うん、ここは音楽情報番組として、はい、話の話題を、はい、音楽に切り替えていきますか。思います、はいはい、そうですね。で今度明日、はい、ライブなんですけど、男性はね、はい、明日からそのライブのお知らせというか、なんかその話とかしていこうかなと思います。そうですね、明日から3日間連続であるので、はい、1つずつちょっと告知をさせてもらいます、はい、と明日金曜日なんですけど、場所が、久米にあるブランデブランっていう、通称ブラブラという、うん、ワインが美味しい、これはバーですかね、うん、でフランス料理とお酒と音楽の会というイベントに参加します、はい。で入場料は無料になっていて、当日お食事とお飲み物を注文してくださいとのことですね、うん、で時間が20時からです。で食事提供がよっちゃんて、はい、よっちゃんてですね、はい、で飲み物提供はブラブラ、はい、で音楽提供が私たち男性、はい、となっております。でこの日は面白いのが、浴衣で
あの来店した方には自家製のスパークリングサングリアをプレゼントするということなので、飲んでみたい。はい、なんか金曜日だし仕事終わって20時からだからね、うん、ちょっとパパパって着付けして、うん、いつもとは違う気持ちで飲みに行ってもいいんじゃないかなって思います、うん、よろしくお願いします。はい、よろしくです。このね、もともとこの企画ちょっと忙しくなりそうだから難しいって話してたけど、うん、ね、よっちゃんてって言って、あの前にこのラジオでもボスが一人土成さんがやってる、うん、あのボス、あのラジオがあると思うんですけど、でその一人土成さんがヒューマンステージに僕ら呼んでくれて、うん、でその時にフランス料理と音楽とあとライブハウスっていう DJ も DJ と楽しかったですね、はい、楽しかったですよね。あの日もう3回目なんですよ、次で共演が。だからあそこからつながってて、うん、そうそう、キャンさん、あ、 DJ ザッサーさんとも共演して、うん、はい、楽しかったね。楽しかった、夜を過ごしてもうお腹いっぱいって楽しかったんだけど、でそこからなんかそのままね、あの繋がって、そう、うん、もう私はよっちゃん亭 の、 あのお食事の虜になってしまいまして、うんうんうん、ちょっとよっちゃん亭の紹介をさせてもらうと、うん、あのフランス料理の楽しいケータリング、うん、よっちゃん亭っていうことでなんかあの紹介が載ってましたね、フェイスブックの方、うんうんうん、で調理可能な場所へ出向きますよってことで、うん、食材に応じて金額はご相談できますってことなんですけど、うんうん、ちょっとこれは私があの見てる感じなんですけど、うんうん、あのお料理教室とか、うんうん、あとちょっとしたパーティーに、うんうん、あのこのお食事提供してたり、うんうん、なんかすごいいろんなところに行くし、店舗を構えないっていう特徴があるかもしれないよね、とけしさん。そう、それになんかフェイスブック見てると、うん、なんかその日買った食材、うん、どこどこで買いましたよ、こっちはこんなのがありますよとかいうなんか事細かな情報まであって、うん、なんか茶谷漁港に行きました、こんな魚がありましたよとか、うんうん、なんか料理とか好きな人も見てて楽しいページだなって思いますね。あ、だろうね、うん、なんかこう本当に地元に根付いてる感じがすごいよね、うん、とってもね。あとなんか料理が上手なだけじゃなくて本当に食材を愛してる感じがするのがすごくなんか食べてて感じるというか、うんうん、なんか、うん、すごく綺麗な料理作る人だな。そうだよね、あと楽しそうに料理してるなって、うん、で楽しそうになんかいつもいるなって、うん、それがとってもで、なんかお酒も好きそうだしそう、なんか大人になってからなんか分かる味というか、うん、なんか、うん、このタイミングで出会えてよかったなって思う、ね、いつもお腹いっぱい食べさせてもらって感動して、うん、明日は楽しみです、はい、でブラブラもなんか何気に 3,4 回目になるんだけど、うんうん、なんかどんどんなんかいいね、好きになるね、うんうん、ワインもあんまり普段飲まないけど、うん、向こうに行けば飲んでみようかなって思う、そうだね、そういう気持ちにさせてくれるし、この間おすすめで、うんうん、赤ワイン飲んだけどとっても美味しかった。あ、美味しかった、うん、なんかね、だから俺らもなんかいろいろ詳しくなれそうだなって、うん、これから楽しみだなと思うけど、あとね、接客がすごい丁寧だし、うんうん、あの本当になんか人柄がいいから愛されるのもすごい分かる感じがする。分かる、なんかそうだね、そう、気取ってない、なんていうのすごいおしゃれなところだけど、うん、なんか入りづらいとか思うかもしれないけど、入ったら入ってみたらすごくアットホームで、うん、なんかちょっとなんかワインバーの自分のなんか価値観が変わりましたね、うん、で音楽もあのガンガン鳴らす感じじゃなくて、うん、僕ら今回あのマイクとかも使わずにあの完全生音でやる予定なので、うん、はい、なんか食べながらのんびり飲みながら、うんうん、金曜日過ごして見たいなって思いますよね、うん、よろしくお願いします。お願いします。はい、無料なんだね。うん、無料で終わった、うんうん、すごい。ただあの食事と飲み物は、ね、うん、でもそれだったらもう実質無料だからね、自分のお腹に入るものだから、食べる分と飲む分入ってやるんだもんな、うん、うん、面白い、すごいな、楽しみだ。明日何食べれるんだろうな、ね、いつもその日のメニューみたいなのがあるからね。メニュー聞いてないな、うん、だからこの間なんか結構なんかラム肉だっけ、うんうん、とかなんか美味しかった、お肉があれだったから、うん、魚とか食べたいな。あ、魚あるといいね、うん、ど
女かな。あ、でもな、ソーセージも美味しかったしな。ソーセージ美味しかったね。うん、そっか、またタイの話、なんか頭がタイに行くな、なんかタイの、俺ダメだね、なんかね。何魚の、なんかあった魚、テレピア、メニューにテレピアって載ってて、ね、テレピア、テレピアって、流体域にいるやつですよね。テレピア、沖縄のアジャ川とかによくいるやつです。いるやつですよね、淡水魚の。あれって食べれるの？なんかさ、あのタイでも観光客とかがちょっと泊まるいいところのホテルのメニューにテレピアがあったんだけど、テレピア、テレピア食べれるみたいですよ。フィッシュテレピアみたいな。はい、美味しいって言ってたと思いますよ、ちゃんと匂い抜いたら。うん、あ、そう、あ、淡水魚なんで。淡水魚ですからね。でも住んでる場所にもよるのかもしれない、うん、こっちでは食べないよね。こっちでは食べる感じしないね。俺ちっちゃい頃流体液でよく釣ってたけど、ダメ、ダメっぽいけどさ、なんかあったわけ、100円釣りセットみたいのがあって、流体液ダメなのに釣りセット売ってたの？近くに売ってたわけ商店でそういう釣りセット売っててダメだけどやってたんだって、うん、で、たまに鯉が釣れてやったっていつもリリースして、うん、釣って終わってたけど、ダメでしょ、うん、だからそのテレピアのイメージがあるから、テレピアばっか釣ってたわけ、うんうんうん、だからそのテレピア食べてるんだと思って。まあ食べなかったけどね、私たち。うんうん、だから食べてみたかったね。そう考えた。嘘だ、食べてみたいって一言も言ってなかったよ。え、でもステーキ食べるかフィッシュ食べるかみたいな悩んでたさ、うん、でもテレピアだからな、怖いよなっって。いやだ、肉食べよう、うん、肉にしようっつってやったから。うん、うん、どうなってたんだろう。俺朝面白かったよ、あの職員さんがさ、うん、ホテルのこの朝、従業員さんね、従業員さんがサンドイッチ作ってくれるっていうことで、うん、なんかパンの仕分けしてたわけ、食パンの、うん、で多分傷んでるパンがあったんだ、うん、すぐ行け、隣の駅に捨てたと、シュッ、鯉がいっぱいいたから、鯉が、あのテレピアがいっぱいいるとこにフリスビーみたいに食パンファーンって投げてで、テレピアがパー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 めっちゃ話どんどんテレピアに。あ、そっか、あ、ごめんごめんごめん、テレピア、あ、そうなんでテレピアに、あ、よっちゃんて、よっちゃんて、よっちゃんてが明日フィッシュが出てくれると嬉しいなって話だったね。そうですね、うん、戻ってきたね。戻ってきてます、すみません。カムバックの親、うん、楽しみだな。楽しみだね、うん、で、今度またちょっと話それますけど、うん、で、金曜日はその明日はそういう感じでやって、うん、で、土曜日は土曜日で、あの、那覇のじゃないな、浦添だな、あれは浦添のグルーブっていうところで、とっても老舗のライブハウスなんですけど、地下1階にあるライブハウスで、で、そこであのグルーヴ主催の歌は歌われるっていうイベントに出演します。はい、今女のガチャピンさんは沖縄にいないのかな、帰ってきたかな、なんかバンドでツアー行ってるみたいなこと言ってて、ね、この間グルーヴ の、うん、あのジャムセッションの日があって、うんうん、私が今年の目標に掲げてた一つ、うんうんうん、グルーヴのジャムセッションの日に行くっていうので、うんうん、お酒飲んだ後に行ったら、うんうん、ガチャピンさんにライブしようよってね、やらせてよみたいな感じで、ね、そう、誘ってもらえて、言ってくれてね、うん、それで念願のガチャピンさんと一緒にね、うんうん、セッションするってお話だったんですけど、うん、なんせガチャピンさんいないんで、そう、忙しい人だから当日一緒に合わせてできたらいいなぐらいの感じで、うん、でもすごくあのね、あのメンツがすごいいいんですよ、はい、ちょっと告知させてもらいます。はい、させてもらいますね。あの浦添グルーヴで歌は歌われるっていうイベント名で、上地ガチャカズナリ、はい、このガチャピンさんのベースの弾き語りですね。絶対、うん、で、大城康氏で、男性で、マルコエンドとなってます。大城さんはチッチ&ベターの、はい、そうです、あのバンドでやってた方が弾き語りでも、もう完全体のロックンロールをする方ですね。この日はすごい熱い男たちが集まってる。そうそうそう、ジュリー女性一人だね、うんうん、でもチッチ&ベターはね、高校生の時すごい好きで、もう昔から僕もあの、うん、聞かせてもらってる方だね、変わんない、ね、すっごい熱い、ロックンロールね、ロックンロールも本当に熱くなる、血が熱くなる感じの。でマルコエンドももうね、あのお友達としても仲良くさせてもらってるんですけど、うん、あの最近ねライブちょっとね忙しいみたいで減ってきているけど、うんうん、すごいかっこいいから、この機会に絶対見た方が、うん、マルコエンドも本当にマイペースに活動してて、うん、でもこの確実にもう決めてくるからね、うんうん、本当にすごいグルーヴ感、まさにグルーヴで見るマルコエンド最高なんでね、楽しみだな、うん、あとガチャピンさんね、何の時だっけガチャピンさんが弾いてるの
あのグループの周年祭かの時に見て、うんうん、ああこんなに楽器と一体化する人っているんだって、うん、なんか本当に感動してたよね、うん、仏様みたいな顔仏様っぽいね、うん、そうだね、仏様みたいな顔で、うん、なんか見てるだけで本当になんか涙が出そうなぐらい、うん、ああなんか楽器好きなんだろうなとか、うん、音楽っていいなってなんか安心する、うん、なんかガチャピンさんだからこうやって見るの初めてだから、そうそうそう、とっても楽しみで、ね、すごい楽しみですね、はい、でオープンが8時半のスタート9時と、うん、土曜日ですが 遅めになってますんで、はい、ゆっくり来てください。チャージが1000円のプラスワンドリンクとなってますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、土曜日はこんな感じですね。一旦これ CM とか行った方がいいの？一回曲流してもらおうか。そうだね、うんうん、じゃあこのちょうど切りがいいところで2曲目の曲、うん、ちょっと行きましょうね。はい、じゃあ曲紹介してもいいですか？フジロッキューでパーク。自分
お届けしたのは富士六球でパークでした。はい、ありがとうございます。そう、富士六球が流れたということはってことですよね。そうですね、はい、日曜日の日曜日のライブの関連になってくるんですよね。はい、告知ばっかでちょっと申し訳ないんですけど溜まっちゃったんで、すいません溜まっちゃったんです、いません本当にそういうことでごめんなさい、うん、日曜日のライブ、3日間連続ライブの最終日ですね、うん、は、那覇にあるあさとにある G シェルターでライブがあります、うん、このイベント名がですね可愛くてポンポコマンボっていうなんかタヌキのねフライヤーなんですけど、うん、見えないね、うん、ごめんなさいね、五光が差し出てるポンポコマンボっていうイベントですね、うん、7月29日、19時半からスタートですね、 G シェルター で、はい、で料金の方が1000円になっていて、はい、出演が京都から、うん、花からランタンっていう、うん、男女のユニットですね、うん、と、東京から一人富士六球、うん、富士六球じゃなくて富士六球の、うん、ボーカル&ギターをやっている藤原亮さんが、うん、ソロできますね、はいはいはい、あと沖縄から、うん、高尾達也くんがいいね、いいですね、と私たち男性ですね、はい、でこの日はお店もあって、うん、絶滅危惧種っていう出店がありますね、うん、広島から、うん、あと東京からおやすみクラブ、うん、これもお店、うんね、おやすみクラブは土曜日にもう出店してるのかな、ネオポゴタウンかポゴタウンでも出張で来てるらしくて、うん、そうすごい可愛いお店、多分女の子とか好きだと思います、うん、遊びに行ってみてください。はい、よろしくお願いします。はい、で僕らもなんかまあ、この日に向けてってわけじゃないですけど、この明日からに向けてなんかちょうどライブない月間だったんですよ。まあ、タイに向けてるから6月7月って本当にで最近加入した右足大子くんがいて、うん、でその右足とフロアタムを頑張って楽器弾きながら歌いながら練習したりしてるんですけど、うん、でそれもどうにかちょっとずつ固まってきてるから、それでもなんか楽しいことができそうだなって思うよね。そう、今日若干ねトーンがね、うん、落ち着いてるのは、うん、連日の練習疲れがありまして、うん、もともと本当に練習嫌いで、うん、そうなんですよねちょっと本当に面白い、本当に面白いと思いますよ、僕ら見てると客観的に。そうで、そうそう、だけどほらやっぱりね、ライブっていうのはね、お誘いさ してもらう、うん、お誘いを受けて、うん、やっぱりほらね、お金も払ってもらって時間もね費やしてくれて見に来てくれてる方々がいるので、うん、なんかやっぱり持っていかないといけないっていうのもあって、うん、はい、月曜日から、うん、月曜日じゃないよ、いや週末から練習ずっとやってんだよ。先週ぐらいからようやく本腰入れて練習してるんですけどちょろちょろは触ってるんだよね、触ってるし、僕も個人的にはバーってやったりしてて、うん、でその俺が練習しすぎるのもなんかジェリーにとってはちょっとなんかストレスの原因みたいだから、うんうん、それも不思議だよね、なんかね、俺が練習するのあんま好きじゃないでしょ正直言って、正直。いや、いいんだけど、うん、なんかこれは言ったら多分喧嘩になっちゃうから、うん、なると思う、俺もなると思う、本当にラジオで喧嘩、うん、公開喧嘩になる、うん、違う、で俺別に練習しようって言わんさ、うんうん、練習してくるねっていうさ、うんうん、だからそれ嫌でしょ別にそれはいいあ、それはいい、それは別に、うん、ただ、うん、こんだけ毎日毎日2時間ぐらい練習してるのに、うん、一緒に合わせた時平気で間違えるんだって思う。あ、だからそう、なんで俺が練習するかというと、単純に彼女より下手なんですよ僕は音楽のセンスがきっと、いやいやいや、だからジュリのモチベーションに合わせるためには俺普段から温めとかんといけんから、うん、俺まで止まってたら一緒に練習した時に、そうだね、もうポンコツ具合が半端じゃないわけよお互いの、うん、だからいいバランスだと思うんだよね多分今ぐらいが。ジダンの練習したくない言い訳を一つ言うと、うん、練習癖がなんていうの、練習通りにライブになっちゃう、うんうん、多少プラスでテンションとかは余白を残しとくと、そう、上乗せになるけど、うんうん、あ、この曲はこういう感じでいったらいいんだっていう、うん、ノリをつかみすぎちゃったら、
なんかもう完成されすぎてて楽しくなくなっちゃう、うんうん、からライブでバンって出した時のこのなんかなんていうの生感ね。そう、自分でもどうなるかわからない余白は欲しいな、うん、でも一応ほらあの間違えないようにとか構成とかキーとかはそれなりにおさらいはするけど、うん、歌い込む引き込むあのちょっと弾いて練習しすぎる、うんうん、っていうのはまあ言い訳にしか聞こえないはずだけど、いや全然言い訳じゃないよ一応言いたいことはわかる。だからなんか作り込みすぎちゃったらなんか逆に偽物感が出そうで、うん、自分の場合ね自分の性格だと、うん、分かるよ分かるよ。そうだからあのライブ前に調整、うん、こののためにがっつり練習するって感じ。うん、そうだね、うん、ライブ前にジュリは本当にスイッチが入るよね、うん、短期集中型でガーってやるよね。ガーってやるよね。でそれでまあ全然いいと思うし、うん、俺なんか多分俺普段なんかちょっと楽器触らんといけんっていう勝手に思っちゃったりとかしてて、うん、で上手くなりたいってのもあるけど、でもそれが楽しいんだったらいいさ。まあそうだよな、うん、ジラは毎日たあの触るの楽しくないもん。うんうん、そうだね。どうなんですか DJ とかめっちゃ好きでなんかこのつなぎとかも上手くなりたいっていう気持ちもあって毎日やるタイプですか。自分は時間があれば毎日でも、うんうんうん、あやっぱ男の人だからか。いや違う絶対違う性格の問題だね性格の問題な気がするなただあのシチュエーションは変えたりしますよ、うんうんうん、お家の中で機材の位置を変えるってこと。いや違う曲のシチュエーションとかそういうことですよね。あとかもですけど、お家にある機材じゃなくて自分の場合ポータブルもあるんで、うんうん、外に出てやってみるとか。あそういうことね。はい、スケートもしてるんで、うん、そう出先でちょっと遊びながら、うん、ちょっとその時にインスピレーションを受けたのを家で持ち帰って家の機材でやるとかですね、うん、それはいいね、うん、いいね、うん。俺一応基本、うん、ジュリと音楽で曲作るの好きだわけ、うん、だからなんかそれを言う時間は欲しい分かった分かった今公でようやく言えたけど、うん、でも作る時は作るとなんか5分聴くよとか言ってるさ。そうそうそう、それもあるけどだからなんかもうちょいなんか別に何もない日も音楽して作って、うん、ああ楽しいなって。別にライブはしなくてもいいよ最悪そんなに、うん、本当にあんまライブ大事じゃなくてそういう生活はしたい。音楽作るのは楽しいね、うん、はい。何のお話でしょうって感じでしたけどはいすいません、はい、中身のお話でしたけど。あそうそう、うん、で今度この日曜日の自由シェルターはい、はい、で一度なんかなくなりそうになっちゃったんだけどバーンってまた決まってありがたいイベントになってるんだけど、うん、で藤原さん、僕藤さんって呼んでますけど前もご一緒させてもらった時あれいつ頃だっけ、覚えてないや、ね、去年の冬ぐらいね。ジュリとっても仲良くなってで大好きになってなんか東京にライブも見に行ったりしたよねきっとね。フジロキューが亡くなる時に行って、うん、フジロキュー亡くなってないでしょ今でも。あどうなってるんだろうよくわかんないけど、うん、あなんかメンバーが抜ける前の、あそうか元気くんが、あそうか元気くんがいなくなる時に行って、うん、でその前にはほらオットランドとかでも一緒に共演とかしてて、うんうん、って感じかな、うん、でジュリがドハマりしてるっていう形ですよね。本当にねドハマりが続いてるって感じですね。続いてるって感じですよね。でその次も今多分きっとあの藤原さんの藤六球の歌を流す予定だよね次ね。そうだね、うん、そのまま行こうか。うん、じゃあ曲紹介お願いします。大丈夫ですか。どれかな。これだね。これの曲名はこれ。うんこれ、うん、はい、じゃあお願いします。すいません藤六球で聴いてもらいます。超ライブの中からライブ。きっともうつまりラブだ。
の合言葉でも Fuck you やもうやだと同じ作者の次回作訳を教えて、手も足も消えても、36度で重なっている。しているのは超ライブ富士六級でライブでした。はい、ただいま CM 入っております。ツイキャスも見てる皆さんありがとうございます。ありがとうございます。なんか聞かせて検索って今簡単なやつないのかな、うん、鼻歌でも分かるようなやつを探さないといけないのかな。どうしても調べたいな。そうですね、鼻歌でできるタイプもあるタイプのやつも多分アプリがありそうですよね。それってどんなに音痴な人でも大丈夫かな、はい、俺大概難しいんだよな。Siri も反応してくれんかったし、どうしたもんかな。音痴な人がやっても大丈夫だったらあれだけど、これで80% の人のが大丈夫だけどって言われた時に、この80に該当しなかった時を。男性のロックオンミュージック、はい、いらん、もうなんやがラジオ中にいらんこと言うから、うん、もう、うん、覚えとけ明日から。はいよ。はい、じゃあ PM エージェンシーのイベント情報をお伝えいたします。あのモンゴル800 の、 あのフェスティバルが開催されるということになってます。そしてその第4弾のアーティストが発表されたということなので、そのアーティストをお伝えしようかなと思ってます。はい、第4弾発表アーティストはスピッツ、はい、スピッツ、キロロ、キロロ、離れ組、離れ組、歴史、歴史、ワンウィズアミッション、ワンウィズアミッションとなっております。すごいね、2バンドぐらい僕ちょっと分かんないんですけど、スピッツとキロロと離れ組は分かるね。はい、うん、すごい。でこちらが第4弾アーティストとなってます。で本当に数多くのいっぱい楽しそうなミュージシャンが出てくるので、よろしくお願いします。あの11月の3日土曜日の祝日ですねと4日の日曜日で、場所が沖縄の豊崎のチラサンビーチとなっておりますので、ぜひ皆様あの PM エージェンシーのホームページなどからチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、 PM エージェンシーのイベント情報でした。
コミュージック。はい、今日もエンディングがやってまいりました。ゆりさん、エンディングでございますよ。はい、はい、大丈夫ですか。はい、はい、あと8分、10分ぐらいですね。何かお話ししたいなと思うんですけど、うん、8月、9月ってライブまだ決まってないっていうのと、なのでのんびりちょっと海行ったりしたいね。海な、うん、でも焼けるしな離島も行きたいよね。友達もキャンプ行きたいって言ってくれてる友達もいたりして、で今週土曜日にキャンプ行ってくるっていう友達もいたりとかして、ね、行きたかったけど、ね、タイミング合わんかった ね海泳ぎたいな。渡嘉敷とか行きたいな。座間味とかまた、なんか最近なんかシュノーケルでゆっくり泳ぐこととかあんまないから、そういうのやりたいな、ね、プールは入ったりしたけどね。プール楽しかった。タイの、またタイの話しなすいません、今日だけタイの話します。今日だけにします。次は絶対しません。あのタイ行った時に僕ら本当に大喧嘩したんですよ。あの遊園地行く前の話ですけれども、まずこの初日2日目で、あのジュリーがほとんど予定、まあ、3日目までほとんどの行くところとか下調べ、そして行きたい場所予定っていうのはもうジュリーが決めてくれてたんですよ。今ささっきのさ、うん、怒らせたさ、うん、ことのさ弁解しようとしてさ、うん、ジュラのことをおだててるでしょ。いや俺はいつだってジュリーをおだててるよたまにおだってないだけではいはい、はい、でジュリーがやってくれてて、でじゃあ最終日です。もうやる行くとこも行ったし、でちょっと行きたかったところ行ったらめっちゃ外れたんですよ。タイミング悪くてめっちゃ外れたんですよ、うん、思ってた感じのところじゃなくて、うん、でそれにちょっとなんかお互いちょっともう疲れ切ってて、あいやーなーってなっててあいやーなーって本当にあいやーなーってなっててでその時にもう直哉決めて、今日は直哉が決める日だからって言って、もう俺に丸投げされたんですよ。でおーとりあえず一服したいなと思って、でその近くのホテルに歩いて戻って、で2人でアイスコーヒーとでなんかクリームブリュレみたいなの食べながら遊園地行こうかっつって、タイであの一番人気の遊園地に行ってきたんですよ、はい、うん、名前何だったっけ、忘れた、なんかねサマリアパークみたいな感じで、絶対違うけど、なんかそんな感じので、なんかマスコットキャラクターもちゃんといて、でプールとあのジェットコースターとかの遊具があの一緒になってるんですよ。プールも楽しめる、そうそうそう、複合型施設って感じになってて楽しかった。でそのプールにまず遊びに行ったんですよ。でプールと乗り物乗るのも全部込みで日本円で行ったら3000円しないぐらい、うん、で入れて、でなぜかVIPルームみたいに通されてそこでチケット買わされてもうそれでも料金変わらなかったんですよ。料金変わらなかった。そうで、タクシーで来たからVIPみたいな扱いされて、タクシーで来たらVIPなのみたいなタクシーのおっちゃんがVIPルームにわざわざ連れて行ってくれて、なんかでも優しくて、うん、で一応なんか乗り物、うん、違う怖さがあるんですよ正直。あーそうだよね、なんか安全の保証がされてない、うん、なんか怖さがあってほとんど乗れなくてビビってしまって、うんうん、なんか緩いんですよ、うん、なんかとっても緩いんですよね本当に。緩いっていうか緩く感じてるだけなんだと思うけど、でも緩い、なんかはいはい、じゃあベルト閉めたね、はいボタンスタートみたいな、うん、ちゃんとチェックしないから、うん、落ちるんじゃないかみたいな。そうだよね、だから俺なんかギリギリ乗れるオクトパスっていうあのタコがひたすら踊るっていうそのタコの絵、小学校低学年の子たちが乗るようなものしか乗らなかったんですよ、タコの手がこのタコの手がダンスするっていうそのタコの手に僕ら乗ってぐるぐる回されながら、ああ普通にジェットコースターとかあるのに、うん、なんか信じられんってなって、うん、で唯一タコだけ2回乗って、で僕なんか気球みたいなやつにも乗ったりして、ジランは怖くて乗れなくて、でなんかあのバイキングってよく言われてるあの船が行ったり来たりするあのね、あれもなんか違う国の少年たちに、うん、少年たちそそ抜かされて、うん、なんか行こうぜ一緒に俺らと大丈夫だからってなったら半泣きだったね、うんうん、あそうだね、あのアラブ人ぐらいのね、アラブ人ぐらいの少年2人、そうアラブ人の少年がめっちゃ生意気でこのプールでこのアラブ人の少年が本当に俺ら一緒だったんだけど、このバイキング誘われた同じ子なんだけど、プールで大きな滑り台、長い滑り台があって、
それを高速で降りていくんですよ。で降りていった先に下プールじゃないですか。そこ降りて終わったらもうすぐ係員の人がピーって鳴らして、なんか履けないといけないんですよ。次の人が滑れないんですよ。でこのアラブ人本当に生意気だから、ね、降りた後にそのままプカーって感じですよ。ずっとなんかこのスタッフの人がもうピー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 ってやってもうどきなさいって言ってんだけど、逆切れしてたよね、うん、そうなんか逆切れしてアラブ人の少年、うん、ずっと浮かんでるから、そう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 、なんかペットボトルを、あもう怖かった、タイの警備員、このプールの警備員、検診みたいな人、あの小学校低学年の男の子に向かってペットボトルを頭にめがけて投げよったんです。大きな2リッターぐらいの水が入ったペットボトル、プールの男子に向かってパーン投げて、でさすがにその男の子もそれビビって、なんかさーってこうね横側に行って、なんか何もなかったでしたみたいな顔して、楽しかったね、あれね、うん、不思議だなぁと。アラブ人の少年も面白かったですね、うん、でタイのこのマスコットキャラクターもめっちゃ可愛く写真撮ってくれたりして、でもその後はジュリが動画も上げてたけどネットに、なんかめっちゃ女の子なんですよ、綺麗なミニーちゃん、ディズニーランドでいうミニーちゃんなんですけど、ミニーちゃんが写真撮り終わったら思いっきりガニ股で帰っていくんですよね。じゃあもうマジで本当にありえないからもうさ、タイそういうところだよタイって思う。あーいい国民だな。で後で見せますよ本当に。なんだろう、あのスタッフルームに入っていく時のマスコットもやばかったね、うん、やばかった。もうなんかもうみんなが ガニ股っていうか、なんか肩落としてる感じ、なんか本当にいいな、面白いな、面白いところだな。そういうなんか適当でしたねタイ、割と適当でした、うん、タイは。まあ、そういうのが良かったのかもね。ね、うん、でもね、なんかディズニーランドはまた違うさ、完璧さ、うん、ああいう子供になれるさ、あれぐらいが良かったね、うん、でもタイはタイでまたああそういう面白くて、でいろんななんか国の人のあのプールとかもね、事情が分かるから面白いよね、うんうん、もうそろそろこの番組も終わりなのかな。そうですね、じゃあ最後にあの僕らのこの企画流してもらいましょうかね。はい、流してもらいましょうかね、ちょっとだけ、うん、はい、金曜日から3日間ライブあるので皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ先ほど変な話してごめんね、ジュリーね。いいよいいよ。はいはいはい、じゃあ男性のロックオンミュージック最後の曲お届けしますね、はい、男性で村上くんの家。はい、俺と君は今中野の駅で快速電車を眺めている。お迎えの遅い保育園児のよう各駅停車を待っている。私と君は今中野の駅で快速電車を睨んでる。バカになった君が異変に気づくのもほんの少しだけ。はい、お届けしている曲は男性で、村上くんのお家という歌でしたね。はい、はい、また流れてきましたけど、はいね、これはね、東京遠征の時に作った曲なんですよね、うん、そうそう、久しぶりに聴いたらなんか村上くんを思い出しちゃう。はい、なんかいつも疲れ、旅行先とか疲れることあるじゃないですか、うん、もう頭回らなくなる時間帯というか、うん、そういう時にも中野の駅で帰り方が分からなくて、週末だけなんか電車の回り方が違うっていうのは、あの時も大喧嘩したね。大喧嘩した、もう毎日喧嘩だらけですよ。でも喧嘩もいいね。うん、いい、喧嘩して仲直りすればいいんだよな。仲直りの数が多ければ別に問題ないな。そうだね、じゃあもう男性の録音ミュージックももう終わりだから、また来月ですね、はいはい、この番組は PM エージェンシー、スタジオ G の協力のもとお送りしました。ありがとう、じゃあね、バイバイ。快速電車、お疲れ様でした。ありがとうございました。Ha ha ha!
ちょっと疲れてぐらいのテンションの方が落ち着いてラジオ番組できるな、うん、ちょっと低めだったよね、明らかに今日はい、じゃあCDお返しします。ありがとうございます。